本当にあのカスカスになっちゃってね、うなもちゃん、あの焼き芋食べるとね水分取られてたんですけど、うなぎ芋は違うんですね。この40代のカスカス喉でも、あの本当に食べたらしっとりとしてめちゃくちゃ美味しくてすごい、それで大ファンだったんですよ。じゃあ今日のキャラもうなぎ、もちろんですよ、もうそのうなぎの焼き芋で、うなぎ芋の焼き芋でバッチリなんです。で大ファンになって、それからプライベートで通うようになったの私。まあ、自宅が浜松にありますんで、うん、あの、まあ、超豪邸が浜松にありますから自分で行ったら今日も自家用車で、あの K の軽自動車で来ましたけど、あの近くにあるんですけどね、うん、そのあのそっから、まあ、通うようになって頻繁に、うん、それで、私はうなぎ芋が好きだ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 ってもう毎日のように言っていたら、このうなぎ芋の伊藤さんというね、あのトップから、うん、リーダーから、伊藤理事長、うなぎ芋大使にならないかというお声をいただきまして、それで、ねえ、安く、ごめん、あ、どうするか熱くない、大丈夫大丈夫、してんだよ。それでうなぎ芋大使になったんですよね、ナオトラちゃん。そうなんですね。そう、今のお話聞いて、どんなリアクションが出ますかね、ナオトラさん。おいちゃん、おいちゃん、かわいい。ねえ、でも、家康くんはね、もう、出世街道の石黒でね、もう、一回、なんか亡くなってしまう時代もありましたけどね。今やもう、すっかりね、家康くんも元通り、元通りね。でも、うなもちゃんとうなこちゃん、二人はね、うん、ちょっとやっぱり、ライバル視してるの？家康くんとか、直虎ちゃん、すごい人気じゃないですか。そんなこと言ったら、浜松市から消されちゃうんだでもうなもちゃんうなこちゃんすごい人気で、うん、県外からファンが今日来てるって、びっくりしましたよ。さっき大阪から来てくれたって、さっきね東京見ましたよ、東京、県外から来たという方いらっしゃる、すごいですね、いらっしゃる、結構いらっしゃるじゃないですか、県外から来たけど手挙げてない人がいるな、あそう、すごいですね。だから県外から来たらこのおばさん誰だろうと思いますよね。猿からペラ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 喋ってるけど、うんうんって、このおばさんよく喋るおばさんだなって思ってるでしょ。一応静岡県内で、まあ言ってもそうですね、一番美しいレポーターと言われておりまして、本当？一応ね、いろいろ20数年この静岡県内で頑張っている、まあ、カニパン姉さんに次ぐアイドルということでよろしいですか、ね、ありがとうございます、ちょっと、ね、なんとか頑張ってるんで、なんとなく顔は県内の方だったら知ってらっしゃる方多いんですけど、超有名人ですよ、久保さん。いやいや、もうね、もうねでもね、こうして本当にこういう卸商団地ですよね、うん、卸商団地合ってますよね。私もね、昔ね、よくここに知り合いのおじさんが勤めてて、この卸商団地に、よくね、そこの、お店に行ってね、かくれんぼとかしてたの。本当にすごい、だから、ここにも、本当思い出がいっぱい詰まっててね、浜松ですからね。ね、でもやっぱりうなぎもカフェは今、もう県外からのお客様いっぱい来てるの、なもちゃん。ねえ、嬉しいなもよね。今、海外にも行ってるんだって。そう、台湾、香港、ベトナムにいたいですね。シンガポールとかも行ってる。シンガポール、まだかな。シンガポール行ったかな。行った？行ってない、まだ。ごめんなさい、私が誤報でした。渡ってるわけですね。じゃあ今も行ってない。うなもちゃんは行ってないんですね。だから本当に世界でも活躍してるんですよ、この。そうね、中国語を勉強してるの、ね、そうなんだ、中国語なんか知ってるのあるの、今日ファンもいらっしゃってるから。そうそうそう、おっとおっと、来て、ちょっとうなもちゃんの知ってる中国語をちょっとみんなに披露してもらおうかな、お、いいなもか。いや、いいなも、いいなもよ、もね、いいなもよ、めっちゃムービー撮ってる、うん、あ、もうじゃあこれ、ムービーに残しといて、おーすまんぱおまんゆてくわぱおぱお、そうなもね新年快乐おんぱおなら、いうん、うわ、ごめん、もう誰も理解してないから、なるほどね、なんて言ったの、なんて言ったの、私はうなぎの赤ちゃん、うなぎの赤ちゃん、はい、うなぎ芋、うなぎ芋、
あ、うなぎも中国語でなんて言うんですか。マユティクワ。マユティクワ。今日これだけでも覚えて帰ってください。使うことないですよ。どこで使えばいい。使うことない。ねえ、ほんとすごい、すごい。ほんとだからもう今ね、まもなくするともう来れなくなりますよ、うなもちゃん。あら、ねえ、貴重な映像をしっかり撮っといてください。家康くんもちょっとあれだね、ちょっとジェラシーでしょ。ねえ、家康くん、もうそれはだってね、世界に羽ばたくうなもちゃんがね。だ、家康くんだってでも得意なポーズとかあるわけでしょ。家康くんの一番シンプルですね、得意なポーズ。そうね、今日はね、みんなにとってキャラクターにとって最悪のコンディションなんですよ。ご存知の通り、ね、あの通常私たちでさえ、この今まで涼しかった、毎日を過ごして今日きついじゃないですか。いやー、今日きついでしょうな、おとらちゃん。今どんな感じ。今あのちょっともう限界マックス、ここだとしたら今どれぐらいですか。結構、まだ大丈夫、まだ大丈夫。およかった、大丈夫だそうですよ。ねえ、でもうなもちゃんから何か質問とかないですか。おばちゃんに、はい、私に何か質問とかあったら何でも答えちゃ う、ね、もう今日放送してないからもう何でも言っちゃうから。何でも言っちゃうよ。もう、うなぎ芋の冷蔵スイーツの中で、はい、一番好きなもの。あ、私ね、最近出た新発売、皆さんもカフェ行ったらあるんですけど、金と銀っていうのが新発売で出ましたよね。それ、あの丸ごとのあのセノバの中継の時にご紹介していただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、金と銀っていうのね、商品新しくね出たんですよね、うなもちゃん。そう、紹介してあげて、ぜひぜひ。金と銀はね、スイートポテト、バターとかが入っているのがスイートポテトで、銀だっけ、金だっけ。金がバターとかが入ってるんですよね。どっちの方が覚えてる。なんで私の方が詳しいじゃないですか。金がスイートポテト、そう、金がバターとかが入ってるスイートポテト系なんですよ。ただあのうなぎも使ってるんで、さっきもあの焼き芋がうまいって話をしましたけど、抜群にうまいです、本当に。お芋がもう蜜たっぷりなもんから、そう、その金と、あと銀っていうのが、うなもちゃん、私が言った方がいい、うなもちゃんが言った方がいい。おばちゃんに言ってもらおう。違う、あの、久保ちゃんとおばちゃんってちょっと微妙に似てるんでね、ドキッとするんですよね。今ドキッとした。ね、おばちゃんって言ったなと思って、すごくそうなりましたけど、あのね、銀の方は、砂糖とか一切使ってないね、バターとかね。うなぎ芋の甘さだけで作った、あのポテト、スイートポテトのようなスイーツなんですけど、これがね、またあのスイートポテトと違って、もう純粋にうなぎ芋の味が味わえるもので、大体金と銀ってペアで買っていくんだよね、皆さんね。食べ比べ。え、でも今日いらしてる皆さんはうなぎ芋食べたことあるんですか。はい、そう、食べたことあるということか。ね、手を挙げてください。あ、すごい、あ、すごいいっぱいいらっしゃるんだ。すごい。ほんとすごいですね。もう嬉しいな、ね、じゃあちょっとこれ聞いていいですか。いいですよ。カニパン食べたことあるお友達、手を挙げて。わーい、やったー。もっと多いから。すごい量。そうなんですよ。ね、北海道から鹿児島まで売ってますからね。あ、そんなに。はい、それちょっとですよ。すごいな。ちょっと今伊藤さんの怖い、すごい眼光が来ましたね。あの、今うなぎ芋タイムだから変なこすんなっていう感じ。なんか全パックだけど何かみたいなね。うなもちゃんも負けずに言った方がいいよ。うなもも ね、はい、ちゃんにね、負けてないぞっていうのをちょっと言ってやって。ちょっと私いいこと思いついた。何何、今度うなぎ芋ちょっとラップバトルしない？ラップ、ラップバトルしようね。お断りするなもん。なんでよ、やこよ。だって、なんかあるんですか、そういうラップバージョンが。ちょっと見せてください、今。どういう、なんかあるんですか、その三律性か。三律性か。何ものプランで突っ込んだ。ごめんなさいね、本当に皆さん。ちょっとちゃんと練習しとくから、うなももちゃんとやって、バトル。あの、お断りされたけど、なんとかじゃあね、あの、お姉さんのために一回なんかチャレンジしてもらっていい？うなもちゃん。やってラップバトル。いやー、でもね、本当、でも、本当みんなね、あの、うな
なぎ芋さんも、うなぎ芋さんじゃ、うなぎ芋を皆さんね、よく知ってくださってるっていうのが ね、やっぱ知名度が高くなってて、ね、やっぱ大使としても嬉しい。ねえ、ね、ほんと。このうなぎ芋の塊も。あ、グッズもいっぱいあるんですよね。これ、自分で作られたんですか？すごい。すごい。自分で作ったんだって。そうなのよ。わぁ、すごいね。そうなのね。グッズが少ないのもから。でも、いろいろペンとかね、メモ帳とかはいろいろあるけど、帽子とかはないもんね。ようやく5年目で、はい、あのグッズが増えたのだから。一瞬でうなもになれるグッズとか、そういうの用意した方がいいんじゃない、そろそろ。一瞬でうなもそう、パーティーグッズみたいな、ドンキとかに売ってるね。うなもバージョン。いいかも。来てくれるのもかね。いや、この近辺の人だったら来てくれると思うよ。ね、本当に。あ、でも、あれはどうなんですか、あのキャラクターせあの投票、なんかあるじゃん、コンテスト。うんうん、1年に1回の。ゆるすくんはだってね、日本一になったことあるんだもんね。すごいな、すごい。ゆるキャラグランプリだ。ゆるキャラグランプリで、家康くんが1位でしょ、トップボス。今年ももちろん出るなもよ。あ、うなもちゃんは最高で何位ぐらいなんですか、今のところ。企業枠で100位。おお、すごいじゃん。なかなかいいとこ行ってるでしょ。ね、あれ、100位以内だと、その現地に行けたりするのかな。おお、現地は多分、エントリーしてあれば行けるんじゃない。そうなんだ、自由な。皆さん、あの、ゆるキャラグランプリもまた、これから東京が始まるしね。だからもうね、このナンバーワンのカリスマ家康くんが いるんですけど、家康くんに投票していたように、うん、ぜひ皆さん、うなこちゃんにもね。うなこちゃんは出てないんですか、うん、うなこちゃんは出てないのね。二人は兄弟？兄弟？兄弟？畑から生まれたのもから兄弟になるのもね。まあほぼ双子っちゃ双子ですね。うなこちゃんもまもなく喋れるようになるのかな。ねねえ、どうなるのかね、突然喋るかもしれない。ねえ、なおとろちゃんもう限界でしょ。いや大丈夫なのか。大丈夫、本当大丈夫、ええ、もうちょっと頑張ってね。じゃあ、うなもちゃん、せっかくだからこれからの予定、予定なんかこういうの出ますよとかさ、実は、ね、うんうんうん、来月の、ね、5月11日から、おララポート岩田で3ヶ月間うなぎ芋ショップがオープン。すごい、ララポート岩田。じゃあそこでさっき言ってた金と銀とか、そうそう、そういう商品を売ってくれるってこと。冷凍スイーツ。うわー、すごい。で、あの、まあ、この近所の人はカフェに行けば、まあまあ商品は手に入りますけど ね、また激励に。うなもちゃんもじゃあ時々、そうそう、ララポにね、行くのもよ。ああ、来てくれたりするんだ。ね、実はあの、私もそのララポートでもしかしたら丸ごとのイベントで行く機会が、うん、あの、まあ、そのうち発表されると思いますけど、うん、すごい人と行く予定があるので、その時、あの、うなもちゃんステージにまた一緒に立ってもらって、ね、PR できたらいいよね。それもまた皆さんね、ちょっとチェックして、こまめにチェックしていただきたいなと思いますね。それから何かあるんですか？それからね、うん、次、来月じゃない、その次の月、6月、そう、6月8日から、6月8日から、6月20日まで、20日まで、イオンモール浜松下野で、なぎ芋ショップオープン。すごい、大人気。あっちこっち、あっちこっちだ ね、あ、そうか、でもシトロも結構期間はあるんだね。そうだもんね、ね、うん、2週間ぐらいはあるんだ。いやー、でもうこうしてもう人気になる。だんだんあれだね、やっぱ県の東部の方にも行きたいね。そうなのよ、今度下田のイベントに行ってくる。そうなんだ、下田だいぶ遠いけど。そう、白浜の近くなのよ。え、うなもちゃん、乗れるかな、伊豆箱根鉄道。え、ちっちゃいなもん。いや、だいぶ入り口ちっちゃいからね。細くしていかないとね。でもなんかうなも結構な幅通れるよね。びっくりしちゃった、さっき。そうなの。そう、絶対通れないでしょっていうとこ通ってったから。びっくりしちゃった。意外とね、意外と器用かもしれないね。ね、いや、そうか、じゃあこれからもね、ちょっとうなこちゃん、うなこちゃん、そしていやすくも、なろとらちゃんも、ね、これからも浜松を代表する、ね、ゆるキャラですし、またカニパン姉さんもね、これからいろんなとこで見ることが。カニパンお姉さんね。え、カニパン姉さんってちょっと感じが変わってしまった。カニパンお姉さん。怖そう。結構ちょっとカニパン間違ってない。結構ちょっとしたカニパン。ね、よかったら、今じゃあ写真タイム
ムしましょう。ぜひぜひ、あのみんなぎゅっと集まってみんなでほら、うん、あの写真タイムで皆さん、ね、あのよかったらね、うん、自由に撮っていただいてね。じゃあ